対策課長の山本純一郎さんでございます。おい誕生所岩崎環境生活部長の高沢でございます。だからここに来たら余計に。それではこれより意見交換に移らせていただきましたが、いただきますが、まずは皆様にご意見のある方は手を挙げていただきます。私の方で指名をさせていただきます。マイクをお持ちいたしますので、まずはお住まいとそれからお名前、お名前は匿名でも結構でございます。言った上でお一人様3分以内でお願いいたします。多くの皆様にご意見をいただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さて、なるべく私も公平にいきたいと思いますので、この辺から1名まずいきます。向かって右側の方から1名様いきたいと思います。はい、はい、では、23番の男性と私目が合いました。少々お待ちください。はい、マイクをお持ちいたします。はい、23番、背広の方でございます。スーツの方でございます。はい、今マイクをお持ちいたしますので少々お待ちください。はい、お名前とそして、お住まいからお願いいたします。横浜市の谷でございます。父に前回もありがとうございました。ご丁寧にご答えいただきまして、これからですね、いっぱい放射能の話出ると思うんですけれども、ちょっと私は、放射能から離れたご相談をさせていただきたいと思います。セシウムの、134とか137の放射性同位体以外の、133についてもですね、これは研究がございます。この辺知事ご存知でございましょうか。わしが存じ上げてください。実はセシウムが、急性の弱毒であるという研究が従来からあるんですけれども、これとは別に、慢性的な猛毒じゃないかという研究が、最近ございます。ベラルーシのですね、ユーリ・バンジャレフスキー博士の方で、セシウムが体に入りますと心臓の筋肉が、ボロボロになってしまって、最終的には心臓病になって亡くなってしまうというような事例でございます。これを指しているわけでございますけれども、そういう研究がございまして、今日お願いしたいのはですね、放射能の濃度とかではなくてセシウム自体が毒であるということを考えますと、行政の方で考えると毒撃法の取り扱いの範囲になるんじゃないか。で、その今の県 の行政の中では毒撃法の取り扱い物の一覧の方にも入ってませんし、県のホームページを見ますとですね、MSDS 等もセシウムで検索すると一つも出てきません。ということは現状では全くこう毒性のについての対応は取れてないということが明らかでございます。で、その上でですね、この環境に今セシウムがばらまかれてしまって、もうこの部屋の中にもございます。非常に薄いかもしれないけれども、セシウム存在する状態になってますので、この辺をその毒物劇物の取り扱いの方からぜひ、検討いただいてですね、必要であれば対策いただきたいと。で、その放射線以外の方、毒物としての取り扱いでの安全性確認されるまではぜひちょっと足内の埋め立ては待っていただきたいなというのがご相談でございます。ありがとうございます。それでは次お願いします。あ、ちょうどいいです。前からございますが、セシウムに関して、今、からご指摘ありました。まずセシウムの金属毒性といいますか、そういうことに関しては、何でこうやってんの、世界的な防衛の上から何をやってんの、前にしろよ、前に。私たちが一番よく知っているのはウランですね。ウランに関しては、実は人毒性が非常に強いのでございまして、 JCO の時にもウラン加工工場での事故ということで、まず私たちが最初にやったのは、セシウムがどうかって聞いたんですよ。金属の特性に対する配慮でございました。
で、まあ、この接種に関しては、確かに今そういうご意見もありましたような、一部のベラルーシの方々もございますが、これについては国際的にも私たちにも評価しておりません。してないな。ちょっと聞いてみてください、私たちの周りにはですね、大気圏核実験に伴う放射線シーンはたくさんあります。で、ありました。で、1964年が世界各国でモニターしておりましたときに最高の濃度を示しました。その時私たち日本人の平均的な放射線セシウムの体内濃度は約600ベクレルだったんですね。で、当時、ちょうど極北のエスキモー人の人たちは最終的にはトナカイの肉を食べておりましたので、生物連鎖の一番トップにいる人間はそのトナカイの肉によって汚染されました。その当時のですね、記録を見ますと、平均的に高い人はですね、11万ベクレルの放射線シーンを体内に持ってらっしゃる。で、これを見ましても、その後にこの人たちはフィンランド、あるいはそのカナダ、そういうところで、がん登録をやっておりますので、そういうエスキモ人の人たちが放射線シーンをたくさん取ったからといって、がんが増えるという記録はありません。現に、そういう記録もちゃんとありましてですね、そういう報告もありますが、今放射線に関する特性については国際的には認められていないと思いますし、そんなの政治なんかいやせんじゃない、何言ってんのバカ。じゃあ前川先生、がんというのは、細胞の DNA が、壊れてそれが分裂していく過程でがんになるんだと思うんですけれども、心筋というのは分裂しないんですが、奥の方にご質問いただきたいです。ちょっとやらせろよ、何言ってんの。では、お客してねえぞ、まだ。おしっかりしたい、最後は。お次の質問、後ろの方で、向かって、はい、下までよろしくお願いします。じゃあ、ダメだし、じゃあ、グリーンの帽子をかぶってらっしゃる女性の方をお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、お願いします。今マイクをお持ちいたします。お一人一問でお願いいたします。大丈夫です。がれきを受け入れるっていうことは、本当に岩手県の人は大変だったと思います。大変なのお互い助け合うのは大変いいことだと思いますが、わざわざがれきを運ばないといけないというところで、100歩譲ってその放射線値が低いとします。しますが、まずどういうルートで来るかということによって途中に福井市があります。で、そこでまた放射線値が高くなってしまうんじゃないかなと私は単純に思うんですが、まずそのルート的にどういうルートで運ぶのか、で、そこでまた上がってきたら上がっちゃうんじゃないのっていう疑問があるわけですね。で、そこのところは一体まずどうなっているんでしょうか。それと、まずその輸送をすることとですね、その仮設でまた焼却の施設を作るっていうふうに言ってますよね。それもしているっていうのをこの資料で見て分かったんですが、私的に考えるとですね、そちらにし例えば同じ神奈川県のその税金を使うんであれば、岩手県の方にそのお金を送ってそこに焼却施設を作って、そこの地元の雇用を促進していけば、その方が岩手県の人も助かるのではないかなと思うんですが、その辺は一体どうなんでしょう。それから一部さっき東京都の職員の人がいっぱい出てきてですね、まあ、ネット上の噂なので、黒岩知事においてはそのようなことはないと思うんですが、石原都知事が大変儲けたという噂がネット上で流れています。例えばその輸送業者の選定、あとは輸送焼却業者なんかのそういうことで、例えば何かどなたかがそういう懐にお金がたくさん入るなどということがあるというのは